疲れ様です。おいっす。ジム終わりなんですけど、そうやな、ほんまにもう疲れた。疲れましたよ。しかもジムの屋上にな、はい、いいところができて、そう、すごいいいよね。雰囲気めちゃくちゃいいですね。めちゃめちゃいいわ。まあこんな雰囲気の中で聞きたいなということがありました。もちろん、あの以前インスタライブで話されたと思うんですけど、うん、経営者をするにあたって、うん、辻さんが最も大切にしていること、うんうん、それをお聞きしたいなっていうふうに思いまして。あ、確かに話してたな。あれ良かった。あれめちゃくちゃ僕の中に腑に落ちまして、これはちょっと YouTube でも喋って、あのインスタライブを見れてなかった人にもちょっと見てもらいたいなっていうふうに思ったんで、まあ、俺が一番最も大切にしてるもんね。はい、喋ろうか。じゃあお願いしたいです、うん、やっぱまあやね、まあ、うん、間の取り方ってめちゃくちゃ大事なのって。はい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 。そう、なんか間が悪いやつってめっちゃ多いやん。はいはいはい。みんなで飲んでたりとかご飯食べたりしてて、はい、で途中からさ遅れてくる後輩とか、はい、遅れてくる人とかおるやん、はい、でも例えばさ真剣な話でめちゃくちゃ盛り上がってて、はい、いうのにいきなりお疲れ様ですと乾杯するやつとか、はい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 、俺とかやったら2時間でも3時間でも待って、はい、乾杯するタイミングをずっと伺って、はいはいはい、俺はやると思うんだよな、はいはいはい、でもそれなのになんかこう真剣な話して集中してる時に声出したりとか、はい、こう乾杯っていきなり入っていったりとか、なんならまあ席立つ人もいる、うんうん、真剣な話して集中してるのにちょっとトイレ行ってきますとか言うやつ、まあ悪すぎるな。はいはいはい。一番ボルテージが上がってるとこで聞いてほしいってこうなってるのに、はい、そこでトイレ行くって、はい、我慢しろやみたいな、はいはいはい、話が途切れた時に行くとか、はいはいはい、話が途切れた時に乾杯するとか、はいはいはい、それが普通だと思う。だから間が悪いやつは無理やね。俺マジで無理やな。それはビジネスでも恋愛でも一緒やと思ってて、はいはい、やっぱ女性もいい女性っていうのは間がいいし、はい、悪い女性っていうのは間が悪い、はい、男も一緒、後輩とかも一緒、はい、可愛がられる後輩っていうのは必ず間がいいし、はい、可愛がってもらえない後輩は間が悪い、はい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 、もう全ては間やと思う、はいはい、間がもう悪い人は俺は受け付けない、ね、もう受け付けない、受け付けない。なるほど。そう、でもこの間ってめっちゃ難しいと思うね、はいはい、だから分かりやすく言うと KY やろ、うん、KY って俺やん、はいはい、KY ってあかんやん。ダメですね。うん、絶対あかん、はい、やっぱ空気読まないと、はい、普通に生きてるだけやったらここでこれ言ったらあかんなとか、ここでなんかこれやったら KY になるなっていう発言だけで終わると思うんだけど、はい、もう少しステージを上げて上に行くと、はい、もう小手先だけの KY じゃ通用しないっていうか、小手先だけのこの駆け引きじゃ通用しないっていうかさ、はいはいはい、本当に空気読んでやらなあかんよな。だから細かいことで言うと、例えば家にじゃあ女性が遊びに来るとして、はい、女性がトイレに行くとします、はい、何する？家に遊びに来ました、はい、女性がトイレに行きました、はいはいはい、取る行動はパッと出てけんやろ。そうですね。俺はテレビの音量をマックスにする。あー、なるほど、うん、音が聞こえるようにしてあげる。これも空気を読むの一つだと思う。はいはいはい、はい、でもそれができる逆の女性とかも素敵だなと思うし、なるほど、そういうのは後輩にも先輩にもモテると思う。はいはいはい、はい、今やってほしいことをこう空気を察知してやるっていうことはすごい大切で、はいはいはい、その分しんどいねんけどな、はいはいはい、なんか考えていきなあかんからしんどいけど、9割キューブができないんじゃないかな。だからこそできればすごい人に愛されるっていうか、うん、どの場にも呼んでもらえるし、うんうん、どんな人にも可愛がってもらえるし、なるほど、どんな後輩にも慕われるし、うん、どんな女性でも素敵と思ってもらえるし、はい、うん、まあ、特に若いうちからこれを意識してやってると変わると思うから。なるほど。何か話す時も待ってめっちゃ大事じゃん、はいはいはい、例えばなんかさ話上手い人っていうのは、はい、間がいいのよ。ほう。で話下手なやつっていうのは間が悪い、うんうん、俺もずっとそれ見てんだけど、はいはい、講演会とかこう人の話を聞いたことあるけど、うわこの人間が悪いな、話し方下手やなって、はいはいはい、そう、口が上手いって人って口が上手いんじゃなくて間がいいよね、はい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 、話する時にさ間がさいいやつって溜めるの。ほう。例えば俺の講演会とか多分マイクとか見てくれてるから分かると思うけど、はい、なんか溜めんねんか、まあ、うん、まあ、例えばいい話とかもここを重点的に誰かに聞いてほしいっていうポイントの時は溜めんねん、はい、だから何が言いたいかっていうとっていうこの間を作る。あー、なるほど。そう、話が下手くそなやつっていうのは、はい、もう間が悪いから、はいはいはい、何が重要かってババババって喋っちゃうのよ、はいはいはい、頭に入ってきてへんの。強弱をつけないと、はい、歌も一緒やん。一番ボルテージ上がるとこってあるやん、はい、なんかミュージック上がってくるやん、ブワーンって、はい、あそこってさ間やん、曲も間でできてるやん、はい、話し方とかこの行動っていうのはすごい間が大切かなって俺は思うから、そんなとこまで意識してんねやって多分思ってもらえた人もおるかもしれない。でもこれって絶対モテるからこっちの方が、うんうん、そこは空気読まなあかんから、はい、俺は思うよ。なるほど。例えばじゃあ大事な電話してるなと思ったら外出るとかな、はい、ちょっとコンビニ行ってくるとか言って、なる。例えばカップルが一緒に暮らしてます、めっちゃ真剣な電話してると気づきます、俺ってコンビニ行くわ。なるほど。黙ってちょっとコンビニ行ってくるねって LINE してて、はい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 、コンビニ行って、はい、向こうがもう電話終わったんだけどどこって言うまで帰ってこない。なるほど。これがでもほんまの空気を読むことであったりとか、ほんまに間を大切にするっていうのはそこやと思うから、うまあ、恋愛例えとか分かりやすいな、はいはいはい、本当に好きな人はそれできると思う俺は、はい、なんか聞かれたくない電話とか、はい、その人の前ではしたくない電話ってあるやん、やっぱり。そうですね。そうやろ、誰かに怒らなあかん時とかさ、そうですね、なんか嫌な話せなあかん時ってさ誰かにさ聞いてほしくないやん。
確かに聞いてほしくないからじゃなくて聞かんといてあげようみたいな、これも与えるの一つだと思うんだよ。確かに確かに、そう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 。で女の子も嫌やん、トイレ行ってさおしっこするときもシーンとなってたら音するとか嫌やんな。あ、やったらテレビの音量上げたりで音楽かけてあげたりするとかさ、はいはいはい、なんかそういう心遣いがほんまの優しさやなって、はいはいはい、うん、だ好きな女性に対して何か買ってあげたりとかこう何かをしてあげるってことももちろん優しさだと思うけど、ほんまの優しさって俺はそこやと思うな。そこの優しさに気づけるか気づけないかでいい人間かっていうのもあるし、うんうん、そこをできるかできないかでも全然今後の人生俺は変わってくると思うから、はいはいはい、障害年俸も変わると思うよ。ちょっとそれを意識するだけで、だって人にありがとうって言ってもらえるし、はい、まあ、この人居心地いいなってなるやん。確かに居心地いい人っていうのは絶対に人から愛されるから、俺はそこが大事かなって思います。その間の取り方が今はダメな人、うんうんうん、良くない人とかいると思うんですけど、それをじゃあ改善しようとかした時にどうするのが一番こう改善できるのかなっていう、意識して生きることじゃない、はいはいはい、なんか俺これもずっと言ってんけど、なんか意識して生きるってめっちゃしんどいやん。確かにそうです、しんどいやろ、しんどいずっと気にしとかなあかんねんで、確かにしんどいやん、確かに、うん、筋トレも一緒やん、何も考えてさ相手やったサッカーやろ、ボール蹴るのが楽やん、はい、無意識でも、はい、もうとりあえず体だけしんどいけどもう無意識で蹴ろうみたいな、はいはいはい、これ割と楽やん、楽ですね、うん、でもさどっかを足を鍛えようとかさ、こう試合を意識しようと思ってこう意識して練習するとしんどくない、しんどいです、筋トレも一緒やん、はい、無意識にやる10回と、はい、ここを鍛えたいって意識やるこの3回やったらこっちの3回の方がしんどいんや、はい、なるほど、で生き方も一緒で意識して生きるってすごいしんどいんや、はい、すごい苦しいな、はい、でもそれをしないと成長しないから、なるほど、楽に生きるんじゃなくて、はい、みんなもっとしんどく生きたらいいよ、なるほど、楽に生きようとかいう言葉をみんな言いすぎるからあかんねん、あーなるほど、生きるってしんどいから、はいはいはい、生きるって苦しいから、はい、で成長するってしんどいから、はい、成長痛やから、うん、痛いから、はい、成長するときって、はい、それがしんどいから、はい、うん、だからそこを、まあ、目をそらさずに向き合って毎日継続することができれば少しずつ成長するんじゃないかなって思います。そしたらまた間の取り方も良くなって、そう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 、現実逃避っていう言葉あるやん、はい、何も考えたくない時、携帯も見たくない時わかるけど、はい、それって楽な方を選んでるやん、なるほど、たまにはいいと思うけど、はい、やっぱ常に意識してしんどいことと向き合うことがやっぱ自分の成長につながるのかなって、本当にモテた人はやった方がいいと思う、人に愛されたい人は、まあ愛されんでもいいかなって思う人はしなくていいと思う、なるほど、うん、もうそのそれも自分のどういう人生にしたいかやから、これは強要してるわけじゃなくて、はい、俺はそうしてよかったなって思うことが多かったから、はい、これを YouTube で話します。なるほど、まあ、あなたが話してて言うからいいもうこのインスタライブで聞いた話がめちゃくちゃ腑に落ちたんで、腑に落ちた、もうこれはもうぜひ YouTube で話してもらいたいなってことで、でもやっぱ腑に落ちるってことは、アイキもな19歳ながらレベル高いよ、はい、あ本当ですか、そう、何言ってんの、待って何って思う人がほとんどだと思う、あでもそこで腑に落ちるってことは、はい、アイキも確かにそうやなってこう思ったんやから、はい、それはやっぱ意識高い、あ本当ですか、うん、成長するよ、ありがとうございます、これから苦しいけど頑張ります、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。